佐賀市の県総合体育館で10日、佐賀県内の小中学生およそ40人が集まった交流サッカー大会が開かれました。この大会はサッカースクールを全国展開するクーバーコーチングジャパンが主催しました。大会には佐賀市出身でサッカー女子日本代表の有吉沙織選手が参加しました。参加した子どもたちは少し緊張した面持ちで有吉選手を交えたミニゲームなどをしました。ミニゲームに参加した有吉選手は参加した子どもたちと笑顔で走り回りました。まあ、本当にまずはその結果どうこうじゃなくて本当に楽しいスポーツなので本当にサッカーを楽しんでほしいなっていう気持ちが本当に強くありまして、で楽しくてやっぱりサッカーが好きだとやっぱこの将来的にもう続けていきたいっていう多分そういう気持ちにもつながりますし、やっぱ楽しかったり好きだったらどういう状況でもやっぱどんな形でもサッカーを続けていってほしいっていう気持ちがすごくあるので、なので本当に好き楽しくて好きであるならばこう長く続けてほしいです。私もやっぱり現役もう29になるんですけど、やっぱり選手の幸せってどんだけ現役で続けられるかっていうところがやっぱり私にとっては幸せなことなので、まあ、できるだけ長く選手をやっていきたい、サッカーをやっていきたいって思っているので、はい、みんなにもそんな風にどういう形でもいいので長く続けていってほしいです。また、世界一を目指して私もなでしこジャパンとして世界一目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。